好評につきやってまいりましたマッチヒストリー。好評だったんだ今回山形主催戦ですけど、はい、どうですかね。見つけてきました。お、楽しみですね。はい、じゃ行ってみましょう。2016年ってもうすでにすごく懐かしいんですけど、ちょっとまたね、前に遡りたいと思いますが、まあ、山形とのつながりということですけれども、吉田松陰先生皆さんご存知ですよね。その吉田松陰先生が実は東北旅行に出かけたことがあります。旅行といっても遊びに行くわけじゃないんですけどね。当時の、まあ、世界の情勢からこのままではいずれ日本も滅ぼされてしまうんじゃないかという危機感を持った松陰先生は、この長州だけではなくて本当にいろんなところに勉学に行かれるんですね。でもちろん江戸などもそうだったんですけれども、その中ででもいろんなことを学んでるんだけどなんか満足できないなっていうことで、じゃあ自分の足で歩いて、で自分の目でいろんなものを見て学ぼうというふうに思われたんです。でその中の一つがこの東北旅行だったんですね。で山形県を訪れていまして、米沢市ですね。でこれ目的は米沢藩士の高橋玄益という人を訪れたんですけれども、残念ながら会えなかったみたいではあるんですが、山形のこの米沢というところには松陰先生が訪れた証というのも残っているようですね。でこの東北旅行を共にしたのが親友の熊本藩士の宮部定蔵という人なんです。で彼は山賀流の兵法を学ん で熊本藩の軍事師範にもなられた方なんですけれども、松陰先生とは江戸で出会っています。でここで意気投合して親友となるわけですね。もう非常に志が高くて、ですごく実直な人の印象が私はありますけれどもね。で、まあ、どういったところでそう感じるかと言いますと、本当にね、なんていうか終わり方というか人生の終末が非常に今悲しい人ではあるんです。でもそれも志があってゆえのことなんです。熊本出身で、そして東北に学びに行っているといえば池上丈司選手ではないでしょうか。何度もね取材させていただいていますけれども、池上選手は口数が多いわけでも、そして声が大きいわけでもありませんけれども、皆さんもね試合を見ていて思うでしょう。本当に実直で、そして感情を表にはあまり出さないんだけれども、重要な時にはしっかりとそのチームをね鼓舞する、まあ、そういったリーダーシップもここ数年で培ってきている人です。で志も高くて実直で、そして、まあ、レノファの頭脳といいますか、レノファのサッカーにはもう池上選手がいなくては成り立たないぐらいの選手ですよね。そんな熊本出身でこの山口に来ても山口の人のようにね頑張ってくれているこの池上選手、この山形戦でしっかりとまたアシストなりシュートなりで結果を出してもらいたいと思います。